人に見せて目で楽しんでもらおうという趣向です。まあ、それにしてもこのご時世に着物だけの商売でどうしてこれほどまで儲かるんでしょうか。いろんな着物は文化だといいです。どん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 減ってるじゃないですか、着てる人が。そうですね。それでご商売の方はね、大丈夫なのかと、こういう疑問があるんですよ。これどうしてですか。1割で結構なんですよ。1割の人がお嬢さんが、学校でたお嬢さん1割の人が着物を買っていただければ、うん、蔵は1つも買います。そんなにいらないですよね。そう、そうなんですよ。それなんですか。僕は安く出してもらってるので、うん、5件はいっぱいあるじゃないですか。でも1年にね、5件から多い年は11件ぐらい、うん、あの見せてもらってね、ヘルに対して、うん、あのお嫁になるお嬢さんは代わりになってますから、なるほど。それで言うと、そうですね。この日、着物で建てたホテルでは家族が一度お迎えしました。ご注文は召し上がりですね。今もお迎えいただきますね、社長ね。これは、次男さんはどんな形を日本は新婚です。電子を電子で、はい、あ、そうですか。で、経理名は、はい、あの次男さんが見てて、はい、いや、安心ですね、いろいろ、はい、もうこんな人はいませんよね。スーパースターです。スーパースター、スーパースター。その頃も思ってました、わからない。あ、まだそんなことある。その時は結局そういう環境で育ちますから、はい、ああ、世の中には親というものがあるんだなっていう